首こり肩こりも良くなって、同時には首もねほっそりしますので、ぜひねお試しください。小川慎弘です。はい、今回の動画は首ダイエット丸々1分をして五流なじを完全解消させる方法をあなたにお伝えしていきます。まあね、10月入って、まあ、季節的にはね秋ですけども、やっぱり昼間ってねまだまだ結構暑くて、ずっと夏場ね T シャツで過ごしてて、こう季節の変わり目で上にね羽織る時が来るとすっごいね首が凝ってくるんですよね。こういうのが続くとやっぱり姿勢が悪くなって五流なじがねやっぱ発生してくるんですけども、肩こり首こり気にしてて五流なじには気づいてないって方も結構いらっしゃって、まあ、実際今日ね触ってもらって、あちょっとお肉ついてるなと思う方はぜひねこの方法を試してみてください。すごく簡単にですね五流なじが解消できて、なおかつ姿勢も良くなるし、あと首こり肩こりも良くなって、同時には首もねほっそりしますので、ぜひねお試しください。では、ね、早速やっていきましょう。今回のその丸々っていうのはですね、この前のこの肋骨の部分ですね、まあ、猫背になって、まあ、普段生活しますよね。前かがみになったりスマホ触ったりとか何かするときって必ず姿勢が前かがみで猫背の姿勢を取らなきゃいけないんですけども、そうなってくると前側の筋肉がどうしてもぐっと縮みます。そして後ろの筋肉が引っ張られて、で窮屈な状態で生活すると筋肉自体も凝り固まって五流なじが発生してきます。ですので気になる五流なじをねグリ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 こうマッサージするんではなくて、そもそも原因の方を解決していきます。前側っていうのは大胸筋って大きな筋肉もありますし、腹筋もありますし、腹筋側と背筋側で言ったら絶対腹筋側の方が強いんですね。絶対こっちの方が勝っちゃいます。ですからこちらが硬くなりすぎて後ろが引っ張られると姿勢も悪くなるし、いい姿勢が取りにくくなりますので、そこを緩めていきます。で今回はね、丸々って狙うポイントはこの肋骨でも、肋骨と肋骨の間ですね、肋間っていう場所です。ですね、ここ鎖骨があって、真ん中にこの胸骨あるんですけども、鎖骨のすぐ下にこれ、肋骨があります。肋骨の間の肋間に指ですね、これ4本指、一番第一肋骨の下の肋間、第二、第三、第四と、この肋骨の間に指を入れて、で真ん中の胸骨に向かってギュッギュッギュッとこうマッサージしていきます。でこれをするとですね、前の縮んでる筋肉が緩んで胸を開くっていう姿勢が取りやすくなります。でまずね確認してほしいのは、まず今の普通の状態で上を向いて首の可動域ですね、どうしてもわざと猫背になると上向きにくくなりますから、そんな姿勢で上向くとお肉ってどうしても溜まっちゃいますよね。ですのでまず普通の状態で首の動きを確認しておいて、これもものすごく軽くなりますから確認しておいてください。あとは肩の動きとこう胸を開くっていう動きも、これもねすごく楽になります。同時にねやればすごくいいんですけども、ちょっとあえて片側だけでいくんですけども、で右やるときは右手でグリグリやってもいいし、逆に左手を引っ掛けてこう左手でやってもらっても OK です。やりやすい方でいきましょう。ではですね、まずこの鎖骨を触って、そのすぐ下に肋骨があって、そこにまず第一肋間に人差し指、第二肋間に中指、第3肋間に薬指、第4に小指という形で当てます。そして真ん中の胸骨に向かってちょっとグリグリすると、こう筋肉の、ね、付着部なんで結構凝り固まって痛いと思うんですね。で途中、まあ、グリグリやってしんどかったら手を変えてもらっても OK です。これをですね肩が60秒いきます。で近くに、ね、鏡があって、鏡見てもらうとだんだんこうこの辺のもり肉なんかもねだんだんと沈んできて首根も長くなってきますから、まあ、ぜひね鏡とかを見ながら観察しながらやっていってください。でいきますね。で用意スタート。ちょっとねキワキワなんで、しっかりとこのあえて痛い場所、ちょっと痛い場所ですね、これ固まって痛い場所を探しながら、そこをですねしっかりこうほぐすような感じでやっていってほしいんですけど、まあまあ痛くてもこれ我慢するとだんだん緩んできますから、痛すぎる方は少し力を加減して、まあちょっと痛気持ちいいぐらいでやっていってきましょう。でこの辺が縮むとですね、まあ、当然猫背にもなるし、まあ、バストダウンとか、あと呼吸がしにくくなったりとか、まあもう全部ね、こう歪みによる負の連鎖が起きちゃうんですね。ですからこの辺は常にこう手を前で使ったり前かがみになることで、もう常々こう縮んで凝り固まっていることが多いですから、しっかり緩めて本来のいい状態がね取りやすくするってことが大事になってきます。だいぶね慣れてきましたね。
これ60ですね。さあ、これでまず上向いてみましょう。あ、右側だけがすごい軽いですね。この辺の引っ張られてるのがすごく解放された感じです。で、首触ってもらっても、あ、もう右側だけがちょっとほっそりしてますね。で、上向いて後ろ触ってもらうと、明らか左のこの分厚さが変わってますね。ということで、ちょっと反対側もやっていきますね。で、今度また内側の方にね、しっかりと骨をコリコリするようにやっていきます。で、いきますね。用意スタート。こっちも最初はね、すごく痛い感じがありますけど、まあ、つまり時期に慣れてくるので、まあまあ自分でね、気持ちいい程度、痛い気持ちいい程度でやってください。まあ、本来なら両方いっぺんにね、やってもう同時に1分で両方とも解消できるんですけども、今回ちょっとあえて片側ずつやっていってます。まあ、ちなみに、あの肩こりの筋肉って、まあ、僧帽筋っていう筋肉なんですけど、この僧帽筋っていうのは、まあ、肩こってくると、まあ、問題があると、まあ、肩こりね、ちょっと楽になるよっていうのもあるんですけども、もうこれも結局ね、前が縮むことで後ろの僧帽筋が引っ張られて緊張しますから、後ろを直接こう肩揉んだりね、マッサージするっていうよりも前側を緩めた方がいいんですね。ちなみにここ今押してるとこが僧帽筋っていう筋肉を緩めるためのスイッチだと思ってください。はい、 OK ですね。これで、まあ、両方とも緩めました。で、上向いてみます。あ、すごい、すっごい軽くなってますね。当然後ろもスッキリしてるし、あと胸も開きやすくなってるし、あと首なんかも両方ともこれでスッキリしました。まあ、ボリューナージーだけじゃなくて、首の太さとか首こり肩こり悩んでる方はぜひね、この方法をお試しください。はい、では今回の動画でおさらいしていきますね。今回は首ダイエットで丸々をして、ボリューナージーを解消させるって方法なんですけども、今回ですね、丸々っていう場所を緩めていきます。その場所っていうのがこの真ん中の胸骨っていう骨があって、そこに肋骨があるんですけども、この肋骨の間、これ肋間っていう場所ですね。この間に指を入れて、この真ん中の胸骨に向かってマッサージをしていきます。で、その第一肋間に人差し指、第二に中指、第三肋間に薬指、第四肋間に小指っていう形で4本指を当てます。で、真ん中の胸骨に向かってギュッギュッギュッとこう筋肉がついている場所なので、その骨を擦る感じで動きをつけていきます。まあ、最初はね、痛くても、徐々に慣れてきますから、まあ、痛いの我慢できる方はね、多少痛くてもね、しっかり緩めることができるので、そのままやってください。はい、で、これを60秒することで上向いてもらうと首の可動域広がってるし、いい姿勢っていうのも取りやすくなります。首の太さとか首こり肩こり、猫背、呼吸が浅い、あとはボリウナジっていう、このね、今の6つの項目に1つでも該当するんだったら、全部のね、状態が、まあ、いずれ出てくる可能性ありますので、気になる方はぜひね、この方法をお試しください。はい、では今回の方を見ていいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。公式 LINE の方作りましたので、下の概要欄から登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。